おはようございます。9月7日朝9時じゃないな、5時6分ですね。5時6分の相場解説になります。まあお金のリテラシーというふうなねお話を別の動画でさせてもらいましたけども、 FX っていうのは通貨を扱うんですね。まあでもこれね、中古品販売によく似てるんですよ。ドルとか円っていうのもかつて誰か他の人が持っていたと考えたら、お金の中古を扱うものとよく似てるという意味でもあるんですよね。そして次の要素なんですけども、お金は安い時に買って高い時に売る。例えば私たちの立場から言うと、安い時にドルを買って高くなったらドルを売る。しかもこの売買ってのは常に無制限に受け付けてくれる証券市場ってのがあるんですよね。カメラとかね、他の転売だと買い手がつくまで待たなくてはいけない、もしくは他の買い手に買われてしまって自分の商品が売れないってこともあり得ます。いやでもそう考えたらリスクは最小限まで軽減されてるのが FX の世界じゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがですかね。さあそれではね、本日の FX ドル円の相場解説なんですけども、今日はですね、ものすごくいいものが見えました。多分この相場解説を見ていただくと、なるほど、そこに線を引くのかっていうふうにピンとくると思うんですよ。それでは画面を切り替えてご覧いただきますので、画面こちらの方いかがでしょうか。はい、こちらです。まずデイリーからなんですけども、デイリーはね、どこに線を引けばいいんですかっていうところは出てきません。前回と同じです。ここに線を引いてね、上底が決まりますよね。で、過程はこういう風になって、こういう風に収束していくということが見えています。ついでに言うなら、これも見えてますよね。ここが非常に肝心なところです。そして移動平均線見てください。上下にブレていたのが、もう横一線になりかけてますよね。109円の842っていうところが中心に見えます。懐かしいですね。じゃあそこまでの、値動きどうだったでしょうか。はっきりとトレンドが見て取れるこのチャンネルライン。そしてもう一つトレンドがはっきりと見て取れるこの右肩下がり。急転直下ですよね。V の字の逆さにしたようにここは大振れしてます。でも今は横ばいに入りました。横ばいの後は何が出てくるかというと、そうですね。ブレイクして上か下に向かうんですよ。私はこれを下に向かうんではないかなというふうにずっとお話してるってことが全体像です。次です。4時間見ていきます。4時間は特に特徴的なところはそんなにありません。まあ、レンジがこの辺にあるよっていうのは、ぼーっと思っとってください。さらっと終わります。次です。1時間で明確に見えたものがあります。それはですね、前回お伝えした、どうでしたっけ ?109 円の915を割ったら下に大きくいくといったレジサポラインがありましたよね。いかがでしょうか?ここを割って大きく下に行った。その根拠は、ここ、ここ、ここ、そういったところにあったというお話をさせていただきましたけども、新しい根拠がもう一個できました。レジサポライン、ここです。ね。ここに跳ね返って、ここから上には行ってないでしょ。まさに、このあたりと真逆で同じようなことが起きてるわけですよ。さあ、そうすると今度は、下のラインがはっきり分かれば、レンジってものが引けるようになります。どこだと思います?察しのいい方だったらご存知、お気づきでしょう。ここですね。ね、これ、もじゃもじゃっとしてるところ。一旦、陽線で、ここを上回ったら、ここ下回らなくなりましたよね。つまり、レンジは、109円の915を上底として、109円の780を下底とする、この、わずか13ピップスの間で起きてるってことなんですよ。では、もうはっきりわかりました。エントリーポイントを、これから設定します。109円の915を、上回ったら、バイ。109円の780を下回ったら、セル。これでいいんじゃないですか?解説は以上です。今日はどうだったですかね?これがパシパシッと組み立てられるようになると、昨日月曜日を過ごしたその一日も無駄にはならなかったということになります。多くの投資家さんがこのレジサポラインを見てますんで、またね、同じようにエントリーの軸っていうのが決まると思います。それでは、幸運を祈ります。